強い横回転をかける曲がりの大きいカーブボールは大きなピンアクションを生み出すことができます。レーンの状態や狙うピンの位置によって小さなカーブボールと使い分けします。カーブボールは、先ほどご紹介した通り、手首や肘を使うことによって、回転をかけることによって、ボールが曲がってくれます。これをさらに強く手首を曲げて肘を使うことによってさらに、回転をかけることができます。なのでこれの手首、肘の使い方によってボールの曲げ方っていうのはとても変わってきますので、こうやって、カーブの代償を使い分けます。